過去70年以上にわたり解説できなかった平和条約の締結は容易ではありません。しかし私たちの世代はこの問題に終止符を打ちたい。難しい問題であってもできることから取り組み、双方の法的立場を変えさずに実現する平和条約に向け着実に前進していく決意を2人で今日新たに出しました。動き始めた北朝鮮情勢についても突っ込んだ議論を行いました。北朝鮮の非核化を進める、それから日露共通の立場であります。北朝鮮が正しい方向に向かうために日本とロシアは緊密に連携していきます。